さん、始める前にバイクのセットアップをチェックしましょう。ペダルストロークの下の位置に1フィートを取る。ここでは膝をわずかに曲げてください。そしてハンドルバーの高さはシートの高さと一緒に、またはわずかに高く、それだけです。今日のライドでは回復時には軽い抵抗で、スピードを上げるときは適度に上げて、立って漕ぐときは重くしてください。楽しんでください。持ち上げられます。座って。大丈夫。もう一つ。
します。ミディアムフェーズロールを開始します。だから我々はスピードを固定するつもりでビートに調整してください。足をスピードアップするために開始します。足をスピードアップして 3,2,1,GO 1,2,1,2,1,2 音楽のビートに合わせます。私たちの腰を前に倒してつま先を下に戻して大丈夫。この重い重い抵抗をまた接続してやってください。はい、座って。さて今回は短くしてください。もう一つスタンド座って中程度のギアに戻します。ミディアムペースでローリング。今私たちは状態をリラックスさせています。そして私たちは足にたくさんのエネルギーをもたらすつもりで準備はいいですか。いきましょう。1,2,1,2,1,2,1,2座って。インプは戻って全ての緊張を取ります。私たちの
ムストリングの仕事を頑張りましょう。スピードを調整します。足を丸くために出します。戻っていって1212121212オート。加速まで15秒。お腹の底までずっとパンプして泡吹いて気温を見つけてください。スタート。私たちは平行の筋肉にずっとつかむのを感じましたが、そうですよ、回復リラックスしてよくやりましたね。そして私たちは本当に強度を持ち上げています。もう1ラウンド、それは再挑戦してみましょう。思い切りを見つけてそれを保つ。スタンド1212。ここでは心拍数が上昇します。ホールドギアを座って、今ハンドルバーにハンドルリンクを開始しましょう。心拍数を上に上げます。15秒ですよ。1212 1212 1212。平行を手に、重い平行スタンドを上にしますよ。本当に使いましょう。横に上に、回復、信じられない、よくやりましたね。これは私たちの第2クォーターです。そして我々は3分のプログレッシブ上昇を持っています。本当に強い抵抗を見つける必要がありますよ。筋肉を重く感じる、今すぐ追加してみましょう。足がゆっくり始めてスタンド1 1 1 1 2 1。座って、だから我々いつも抵抗を追加することができますよ。スタンド、
間の大きなシフトを使って座って、それを元に戻してロールして、それでは15秒のテイクオフフェーズを行う予定です。今ビートに合わせて、さあアクションを足に戻しましょう。私は超高速の